1台3役タイニーポンプ 2X はポンプ、ランタン、ブロワーと使えるキャンプギアです。フレックステイルさんから届いたですね、タイニーポンプ 2X ちょっと開墾レポートしたいと思います。はい、まずキノコ型ランタンシェードと、タイニーポンプ 2X の本体です。では本体の箱開けていきます。はい、まずケースですねと取扱説明書、はい、で本体の箱です。まず本体ですね、本体こちらですと、あとポンプの口がですねちょっと何種類か、入っております。こんな感じでね、はい、ちょっと並べますね。で USB ケーブル以上です。はい、ノズルがですね一応5種類、ね、入っております。でまあ、いろんなエアベッドとかですね、そういうのも対応できるようにですね、種類が豊富で、かつこの細いやつがですね、水遊びの浮き輪とか、そのように空気をですね、入れるような口になっております。大きさすごくコンパクトでですね、約ね、直径 4.5 センチ。高さ約ね、5.8 センチぐらいです。もうポケットに入るサイズ。このフレックステイルさんのタイニーポンプ 2X はこんなに小さいのでポケットにも入ります。重さもですねめちゃくちゃ軽量で、本体のみなんですけどたった 101g です。これ登山でもいけるかもしれないですね。空気をね入れるポンプとしてはこの下側に差し込みましたですね。でここをですねスイッチを、2回クリックですね。はい、ではポンプ性能を試してみたいと思います。あっという間ですね。で次は空気を吸い込むときはこの上の方ですね、はい、まあロゴの頭の方と覚えるといいですね。でダブルクリックという感じです。はい、じゃあ次はですね空気を抜いてみたいと思います。差し込み口をですね反対側に差してよいしょ、あっという間ですね。ライトとして使うときはスイッチを長押しです。で押していくたんびに明るさが変わります。はい、ちょっとライトとしてもね、詳しく紹介していきます。本体のねここにちょっとくぼみがあります。でキノコ型ランタンシェード、ここにね突起物があります。でこれをくっつけましょう。すると簡単にくっつきますね。取り付けるとですね、この中にスイッチがあるので、めくってあげて
長押ししますね、はい、するとムーディーなランタンになります。はい、これで40ルーメン、これで160ルーメン、これで400ルーメンになります。肝心のバッテリーの持ちですが、40ルーメンで10時間、160ルーメンで 2.5 時間、400ルーメンで1時間なので、ファミリーキャンプではサブのランタン、ソロキャンプや、登山ではメインのランタンとしてはありですね。こちらがあの磁石になっておりますので、例えばライトをつけた後固定ができます。もちろんあのオプションのキノコ型ランタンシェードをつけた状態でもつけます。フリーハンドなんで便利。はい、タイニーポンプ 2X さんですね。あのこちら、USB Type-C 充電対応で、こちらに差し込み口があります。こちらをめくって差し込みます。そうするとモバイルバッテリーなんかでも充電できますね。高速充電です。はい、ポンプとしてはですね、あのフル充電で25分使います。はい、ブロワーとしてテントについた芝とかですね、落ち葉とかを吹き飛ばすことができるんですが、結構近づける必要がありますので、まあ、ソロキャンプとしてはいいかなと思います。ブロワー機能としてなんですが、炭火を早くつけたりするときも便利ですね。まあ、こんなに小さいのは嬉しいですね。このフレックステイルさんのタイニーポンプ 2X、動画の下の説明文のリンクから購入可能です。はい、早速いちご入りのキャンプギアになりそうな予感です。こちらのフレックステイルさんのタイニーポンプ 2X のキャンプギアレビュー、参考になりましたらチャンネル登録お願いします。